中年オタッキーです。先日ね、発売開始した、オタック WX、まあ、コダック WX をね、長巻きのね、フィルムを詰めた、パトロンに詰めたものなんですけども、初回生産版がね、早くも売り切れまして、で、次ね、新しくまた、フィルムを注文しております。すぐに売り切れちゃったんですけども、続々と生産していきますので、慌てて購入する必要はないので、もしね、興味がある方を、中年オタッキー3のね、ツイッターアカウントを覗いていただけたらと思います。で、今日の動画なんですけども、タック WX が会長に売れてるんでね、現像の話をしていこうと思います。詳しい話は本編ということで、ここから動画スタートしていくんですけど、今日はその WX で撮ったね、曇りの日、薄曇りの日に撮った作例をね、草井光子さんにね、いただいておりますので、そちらも解説しようと思います。はい、それでは動画スタート。はい、今日はね、現像のお話になっていくんですけど、モノクロ写真、モノクロフィルムの自家現像ということで、自家現像のね、データを教えてくれるサイトのね、リンクをね、しょっちゅうオタッキーの動画の説明欄の方に貼らせてもらってますけども、そちらの方はね、海外のサイトになるんですけども、フィルム名と現像液の名前を入力するとね、撮影感度ごとに現像時間をね、教えてくれるというね、すごい便利なものなんですけども、まあ、現像時間20度のね、現像液が20度の時の現像時間しかデータ出てないんですね。で、じゃあ現像液20度にしなきゃいけないじゃんって話になってくるじゃないですか。で、他の温度の時の時間がわからないと。まあ、多分ね、これそう思っている方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、オタッキーはね、昔はその富士のアクロスとか、SS、ネパン SS とかね、そんなのしか使ったことなかったんで、あまり気にすることがなかったんですね。なぜかというとね、富士フィルムは現像時間チャートがね、ネットで公開されてます。ネットで公開されてます。以前はね、紙で入手することができたんでね、あまり気にすることがなかったと。それ通りに大体仕上げりゃいいと。22度の時は何分、24度の時は何分って書いてあるんでね。で、でもね、コダックの WX、のデータ、特にね、いろんな現像液を使うとかになったらね、またいろんなデータになってきて、決まったものがないと。まあ、コダックのサイトも一応あることはあるんですが、D76 で WX の現像時間って出てるのかな、ちょっとわかんないですけど、見たことがないんでね。T-MAX とかね、その辺はね、あるっていうことは確認してますけどね。で、とりあえずね、まとめサイトね、海外のサイト、オタッキーの動画の説明欄にリンク貼ってるサイトでは、現像液が20度、D76 20度とかね、代表的な現像液の時間は出てるんでね。まあ、その近い特性、まあ、D76 だったら、SPD50% 希釈ね、1対1希釈とか、そういうのを使ったら大体似た数字が出るんでね、D76 で250で撮影した場合が、WX の場合は現像時間7分。で、100で撮影した場合は4分15秒。で、400で撮影した場合は9分という現像時間になってるんですけども。でも、このデータだけではね、20度にしなきゃいけないんで、これから先は現像液の温度が上がっていきますから、データがないということになるんですけども。そこでね、利用してほしいやり方。簡単な方法ですね。これ完全に正確ではないっていうことをちょっと注意、をしておきますけども、完全に正確ではないんですが、オタッキーはこれでやってます。まずね、ネオパン SS のね、富士のネオパン SS の現像時間、ネオパン SS 現像時間って検索したらね、リンク出てきますんで、そのリンクを踏みます。そうするとね、この写真のようなね、状態に、なってくるんですが、はい、これ下の方に行きますと、はい、これ一覧表になってますね。ちょっと拡大してますけどもね、ここにね、現像時間ね、全部書いてあると思います。で、これでね、まあ、例えば、250で現像したい場合、20度7分のところを探すんですよ。ね、20度7分のところを見ると、まあ、SPD50% とマイクロドール X が出てきますね。これ100、ISO100、まあ、20度7分ね。ISO100 とか関係ない。WX を250で撮影した場合は、D76 50% の7分なんで、7分のところを探します。はい。で、こんな感じでね、見るとね、SPD50% で、ISO100
まあ、あの、ネオパン SS、ISO100 の時は7分ということになってますね。で、マイクロドール X も、ネオパン SS100 の撮影の時は、現像時間7分と。で、これで見ていただければわかりますがね、この数字よく似てますね。18度の時は8分。同じですね。で、22度の時は6分。これも同じ。24度の時は、SPD が5分15秒。で、マイクロドールが5分30秒。まあ、あの、ちょっと違いますけど、ほぼ似たような数字。で、SPD50%、26度の時か、これ。26度の時は4分30秒。で、マイクロドールは4分45秒。かなり近い数字になっていることがわかります。つまりね、20度7分。というデータは、その近い数字、その20度7分を探すんです。この表の中は20度7分を探して、で、22度の時は、その表に合わせて、24度の時は26、その表に合わせて、現像時間を決定するといいと。だからね、現像時間9分の時は、その9分のやつ探すんですよ。で、9分の表に合わせて、現像液の温度、で、調整すると、現像液の温度が上がったら、8分30秒なんだな、8分なんだなとか、そういうのね、表に合わせていくといいと思います。これね、全部のフィルムに使えるんですよね。リンク貼ってあるサイトに行ったらね、大概のフィルムのデータ出てきます。で、僕はね、よく、使っている、おすすめしているね、現像液は、まあ、D76 と同じ感覚で使えるということで、SPD50% 希釈、1対1希釈なんですけども、D76 のデータは大体出てきますね。SPD はなかなか出てこないですけど、D76 のデータは出てこない。で、D76 のデータは出てきますので、まあ、D76 のデータ見て、で、その、20度9分だったら、その SPD50% も20度9分なんです。大体ね。大体ね。で、そうしたら9分を探すと。9分を探したら、その9分の列のところを基準に、20度9分だったら、まあ、22度8分とか、24度、5分30分とか6分とか、なんかそんな感じになってると思うんですけど、その表通りに現像すれば、おおむね高結果が得られるということでね、これちょっと参考にならないけど、おたっきはね、ずっとこのやり方でやってます。ずっとこのやり方でやってね、おおむね良好な結果を得ています。おおむねですね。で、ずっと同じフィルムをね、使い続けるとね、またちょっと変わってくると思うんですよ。なんていうんですか、極めてくるということなんですけど、頻繁にね、フィルムの種類を変える場合はね、このやり方でとりあえずしのぐというね、現像のやり方でいいんだと思いますね。皆さんね、わざわざね、現像液を20度にね、調整して現像するとかね、そういうことをやってる方多分多いと思うんですけども、まあ、夏場になるとね、ちょっとさすがに現像液の温度が上がりすぎるんで、冷蔵庫とかに入れてね、ちょっと冷やして20度にするっていうのはまあありなんですけど、まあ、これから6月ぐらいまで24度に、まあ、26度ぐらいまではまあいいんじゃないかなと思うんでね、現像液の温度を調整せずにね、現像時間の表でね、やっていけば、まあ、うまいこと、できるんじゃないかなと思いますね。簡単にね。とにかくね、簡単に、誰でもできる、自家現像っていうのをね、ちょっと教えていきたいんですけど、なかなかちょっと、口でね、説明するのは難しいんですが、今日はちょっとね、それにチャレンジしてみました。でね、ここからはね、草井光子さんのね、作例をいただきました。おたっきはね、あんまり、曇りの日とか薄曇りの日はね、写真撮らないですよ。カンカン照りの日ばっかり撮る人なんですね。そういう写真が好きということもあるんですけどね。で、コダック WX はね、前回の動画でも喋ったんですけど、曇りの日にとってもこのフィルムちょっと美味しいんじゃないかということで、で、草井光子さんにね、ちょっと依頼したという形になるんですが、依頼したっていう形になるから。まあ、草井光子さんね、スキャナーもね、私と同じエプソンの GTX900 を使用しているということで、スキャン処理の時のね、差が出ないということで、ちょっと美味しい人なんですよね。で、今回ね、作例を依頼してきたんですが、なかなかいい感じに撮れてるんですね。ここからはね、草井光子さんの作例を紹介してまいります。はい、草井光子さんの作例ですけどね、もう写真を見ていただければ光はあんまりないなっていうのがわかると思うんですけども、WX で撮ると結構、
構なね、立体感出ると思いますね。やっぱこのフィルム、前回の動画でも説明しましたがね、曇りの日でも結構使えるんじゃないっていうね、説明をしましたが、使えると思いますね。トーンがしっかりしてるのでね、この写真なんかもそうですが、非常に立体感出てますね。光がないっていうのはわかると思いますが、立体感が出ております。コントラストもいい感じでね、中間色になってないです。こちらはちょっと強めの光が出て、まあしっかりしたコントラストになってますけど、まあ曇りの日でもね、しっかり立体感、コントラストが出ていると思います。まあ、もちろん晴れの日に比べたら、のっぺりには映るんですけども、まあ、フィルムの力結構強いと思いますね。トライ X がね、牙を抜かれてるっていうね、話をよく聞きますけどね、なんかわかるような気がします。このダブル X を使って撮るとね、これが昔のトライ X と同じ味だったんじゃないかなというね、なんか感じがしますね。これはね、トライ X とダブル X の取り比べちょっと急がなければならないですね。急がなければならないんですけど、天気が全然悪くってなかなか写真が撮れていません。ちなみに草井光子さんの撮影データはね、ニコン F2、AI ニッコール4386、ISO250 で撮影。桜の写真のみ中間リングプラス富士アセテートフィルター CC30G を使用。現像液は D96 ストック新液。21度7分で現像されているということですね。草井光子さんね、ご協力本当にありがとうございます。現像液もたくさんいただいた上に協力までいただいてね、本当に助かります。曇りの日あんまり撮らないし、曇りの日撮るの下手くそなんでね、オタッキーの場合はね、非常にねいい作例ねいただきました。ありがとうございます。まあ、今日の動画はこんな感じですけどもね、D76 でも D96、D96 の方がなんかちょっと柔らかめの快調で撮れるというね、仕上がるという話なんですけどもね、僕もちょっと D96 もいただいてるんでね、ちょっと試さなきゃいけないなってことになるんですけど、やることが多すぎてちょっと追いつかないですね。まあ、とりあえずはね、その、トリペンタックスの、スーパー A でね、SMC、ペンタックス 50mmF1.7、で、取り比べてたね、トライ X とね、ダブル X とね、死者をね、ちょっと急がなきゃいけないなと思ってるんですが、曇りとか雨とかばっかりでちょっと苦戦しております。まあ、他の作例も全然進んでないんだな。まあ、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは、一都市九さんですね。子さんですよね、一都市九さん。2枚ですね。いつも紹介ありがとうございます。作業道具ということですね。タイトル、2枚目は腐れ木ということで、どちらもカメラはニコン F801。ズームニコール AI3570F3.3 から 4.5S、コダックカラープラス200で撮影されております。で、作品なんですが、これね、独特の発色ですね。これ気のせいかな？ちょっと赤っぽく映ってるの気がするんですけど、気のせいでしょうか。2枚目もそうなんですが、かなり赤に引っ張られているような気がするんだけど、気のせいかな。おたきはね、赤が実はあんま見えてないんでね、予測っていう感じなんですけど、多分これ赤伸びてるだろうみたいな。もしかしたらスキャナー、先日ね、なんかトラブルが出てるっていう話だったんでね、スキャナー変えました、もしかして。結構赤が伸びてるような気がしますね。難しいところですが、ちょっとおたきは色が見えてないで、なんとも言えないところすいません。伊豆式さんありがとうございます。次はね、カメラオンさんの投稿ですね。お疲れ様です、カメラオンです。3月末に息子と撮影旅行に行った甲府の写真を投稿します。3枚組、写真タイトルは甲府の春です。カメラニコン FE、 レンズタムロン 28300F3.5 から 6.3 XR A06 ですね。フィルム富士カラー100、お店で現像とデータ化、ノートリ、ノーレタッチです。ちなみに2枚目の背景は山梨県庁、3枚目は甲府城内です。よろしくお願いします。ということで作品なんですけどもね。これね、富士の100ということなんですがね、結構いい色が出ていると思います。まあ、富士のね、100って言ったら大体ね、ちょっとおとなしめの色になることが多いね。まあ、2枚目は結構おとなしめな色の感じですけど、それでもね、まあ、結構伸びてますね。もうちょっとピンクがあっても良かったかもしれないという色ですけど、まあそれは富士の100ということで。3枚目がね、非常に惜しかった。これはね、もう、こう、トリミングしてね、大きくね、
した方が良かったように思いますね。メインの被写体がね、ちょっとちっちゃくなってるんで、僕だったらこのぐらいまでトリミングするかな。このぐらいまでトリミングすればいいような気がしますが、どうでしょう。カメラマンさん、ありがとうございます。はい、次はね、イクオさんの投稿ですね。おたっきーさん、長距離お疲れ様です。作品投稿のコーナーお願いします。タイトル、まん延防止解除で花見。近所の川で花見している方々がたくさんいました。カメラペンタックス LX、レンズリコー XR リキャノン 50mmF2.0、富岡のやつですね。フィルム、富士フィルム、ベルビア100になりますということですね。でね、作品なんですけどもね、これね、ベルビア100ということなんですけど、ちょいやや薄曇りで、ちょっと色転びしてる感じなんですが、ちょっとあったかい色の方に色転びしてるようにも見えますね。まあ人が多いと言っても、東京としてはまだ少なめなんじゃないかな。こちらもちょっと色転びしてますが、これは光十分来てますが、なんか、違う色、なんだろうな、暖かめの色に色転び。3枚目がね、ほぼ正常な色だと思いますが、まあ、空は花曇りということで、ちょっと青が欲しかったかなということですね。なんかデジタル機とね、この日は早朝デジタル機であるペンタックス K3 で撮影して、午後はフィルム機の LX で撮影しました。現像はビッグカメラで出して、富士フィルムのラボ出し、3日で仕上がりましたということで、さすが東京、羨ましい話ですね。まあ、徳島はまだ1週間で仕上がるから、まだマシなんですけどもね、大阪とか2週間ぐらいかかるという話も聞いたことがあります。はい、イコさん投稿ありがとうございます。で、次はトゥーランさんの作品ですね。おたっきーさん、お仕事お疲れ様です。最近はニュースや新聞の記事に目を通すのも辛くなるほど悪い情報ばかりで辛くなります。フィルムもすっかり今年、品数も少なくなり、気軽に楽しめなくなりつつありますよね。今日は以前 M42 マウントレンズ同士で取り比べした画像を2枚投稿させていただきます。フィルムは今なきアグファフォトビスタプラス200です。3年ほど前までは36枚撮りが1本650円ほどで手に入りました。ああ、いい時代だったですね。タイトルはなしなのかな。1枚目のタイトルが赤バラ。スーパータクマは 50mmF1.4 で F2 に絞って撮ったもの。玉ボケ周辺部も崩れないですね。ということですね。2枚目は木バラ。ヘリオス 44-2、58mmF2 を絞り解放で、周辺部お約束のぐるぐるが盛大に出ています。ちなみにどちらもペンタックス HP2 で撮影しています。背景の玉ボケはそれぞれの個性がよく出ていると思いますが、合唱部は F2 とは思えないほど改造していて、どちらも素晴らしいレンズだと思います。フィルム高いですが頑張って続けたいと思います。また投稿させていただきます。良き写真ライフをということで作品なんですけど、1枚目から、これかなりいい色が出ておりますね。ボケも素晴らしい。やばー。やっぱりペンタックスのレンズということで、ペンタックスのレンズ実はでもあんまりカラーで撮ったことないんですけど、こんないい発色するんですね。で、2枚目はヘリオスなんですけどね、これね、ぐるぐるボケが出るって有名なレンズですけど、非常にね、ぐるぐるボケをうまく出してる、うまく引き出してる感じの撮り方をしてますね。日の丸構図にしてね、中心を、真ん中を中心にぐるぐるってするっていう手もあるんですけど、ちょっとこれね、日の丸からずらしてぐるぐるボケを利用してるということで、これ狙って撮ったんだ。相当なもんだと思いますね。トゥーランさん、ありがとうございます。次がね、フィルムクマさんの作品です。中年おたけさん、またまた2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは桜の下です。カメラは先日入手したニコン F4 で、フィルムはアリスタ AD ウルトラ200を使い、現像機はイルフォード ID11 の、4倍希釈を使い、処理時間は13分です。在宅勤務のお昼休み中、ちょっとウォーキングに出た先の公園で、桜の絵を描いておられた方がいたので、1枚後ろから撮らせていただきました。2枚目のタイトルは平和の像です。こちらは長崎の原爆落下中心地公園にある像で、今年のソメイヨシノの写真で一番のお気に入りになりました。こんな写真を撮って楽しめるのも平和であればこそ、ウクライナの戦火が一日も早く終わり、彼の手に平和が戻ってくることを願ってやりません。今年はいろんなカメラ、いろんなフィルムで桜を撮りましたが、モノクロで撮った写真の方が、個人的に気に入ったものが多く出ました。モノクロは色彩に頼れない分、いろいろと考える習慣がついてきたような気がします。ということなんですけどね。作品なんですけどもね、ちょっとね、露出がね、ちょっとだけアンダーだったかなっていうかね、もうちょっと明るく出してもよかったかなと思いますがね、これ構図は素晴らしい作品になっておりますね。もうドンピシャの構図ですが、もうちょっと明るくしてほしかったかな。2枚目の方なんですが、2枚目ちょっと前ボケがちょっとうるさかっ
ったかなという感じですね。前も今日もうちょっと違う角度にずらしてれば、まあ良かったかなって感じなんですけどもね。フィルムクマさん、ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですがね、ものすごく悩む、今回もね、もうちょっとね、力作揃いでね、ものすごく悩みましたがね、ちょっと珍しい作品のタイトル画面にさせていきます。これね、トゥーランさんの1枚目の赤バラ。こちらをね、タイトル画面にさせていただきます。フィルムでね、ここまで良い発色。スーパータクマ、さすがですね。アグファフォトビスタ。もうね、ないフィルムということなんですがね、いい発色をしております。なくなってしまったのは残念でありますが。はい、そんなわけでね、今日の作品トークのコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日キャラブキさんの俺のカメラですね。こんばんは、キャラブキです。俺のカメラのコーナーでよろしくお願いします。今回のカメラヤシカラピード、かっこハーフカメラです。レンズはヤシの 28mmF2.8 がついています。少し変わったカメラで、左下の革紐を引っ張ることで巻き上げられます。またそのまま構えて横構図の写真が撮れる優れのもの。ただフィルムの巻き方が独特で、ハーフカメラなのに倍の枚数撮れない仕様みたいです。取説には20枚撮りで36枚ほどとありました。自分が購入した個体はシャッターカウンターが壊れているので、自分がどれだけ撮り進んだかわからず使っています。またハーフカメラとは思えないサイズ感と重さですが、所有欲を満たしてくれる素敵なカメラです。ってちゃんと使えるんですよこれね。でさ、カメラなんですけど、これね、背景をねフィルムの箱だらけにしたということで、ちょっと面白い作品になっておりますね。これちょっとタイトル画面させていただきましょうか。でね、ラピードカメラっていうことなんですけど、これって、キヤノンのね、ダイヤルラピッドとかね、専用のパトローネを使ったラピッドカメラなんですけど、これは普通のパトローネでいけるのかな？普通のパトローネで使えるんだったら、ちょっと試してみたいカメラでありますね。まあ、コパル SV って思いっきり書いてあるあたりがね、なんか時代を感じさせますね。昔はね、シャッターメーカーの名前がカメラにドーンと入ってるのが、まあ普通だったんですよね。映りはもちろんね、多分ヤシカラ、富岡のレンズが入ってると思うんで、映りはいいとは思いますが、まあね、作例がもしありましたら、よろしくお願いします。はい、キャラブキさん、投稿ありがとうございました。でね、前回ね、ちょっと2人待ってるって言ってましたけど、3人待ってました。そんなわけでね、ちょっと、まだ待っていただく方がいらっしゃいますが、そろそろね、俺のカメラのコーナー、投稿が減りつつありますので、また投稿よろしくお願いします。ネタキープになってるんですけどね。はい、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはね、やったらやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー。今回はね、フィルムクマさんのこれ、やったーですね。中年おたけさん、こんばんは、フィルムクマです。今回、やったーやっちまったコーナーに投稿させていただきます。やったーの投稿です。自家現像する際にどうしてもムラが出たり、倒立拡散の速度や勢いなどがどうしても均一にならないときや、現像液の消費ペースが早かった点を悩んでました。いろいろ調べてみたところ、現像タンクを横倒しにしてくるくる回転させ続ける方法もあるということを知り、それじゃあそれ用の何かいい具合のデバイスが売られているのではと探してみたところ、見当たらなかったので自分で作りました。最初の1枚、回転現像台の試作機、現像くん1号です。アルドイーノという電子工作用のチップを使ってモーター制御や液晶表示をさせています。ホームセンターで買った歯切れ材に台車用のタイヤ、それにタミヤのギアボックスを使って強引に作りました。続きます。そしてこちらが現像くん2号で 3D プリンターで歯車を作り、レーザーカッターでアクリル板を切って、ベースやメカボックスを作成、スタート、スイッチやタイマー、リセットスイッチ、モーター出力調整ダイヤルで回転スピードを調整できるようにしました。倒立拡散と異なり、回転拡散だとこの手の現像タンクに入れる現像液の量がかなり少なくなります。このタンクはブローニを一気に4枚現像できますが、倒立拡散だと現像液が約 900ml ほど、一方回転拡散だと 400ml で現像できます。自動反転機能をプログラムしているので、現像ムラもなくなり、や何よりも現像処理中は時間までほったらかしにできるため、現像作業が何しろ楽です。小さいモーターを使っていますので、連続で2時間も現像するとさすがに出力が不安定になりますが、それでも処理を3回転、ブローニー6本プラス 35mm 3本などかなり数を稼いで、少ない、数を少ない現像液で楽に現像できるようになっています。
ちなみにフォーマーやアリスタだと回転現像の割合、処理時間を 15% 短くするとちょうど良いが加減になりますので、時短にもなっています。仕事以外ではありますが、本当に技術や家業で良かったと思います。ないものは作ってしまいができるのはラッキーで、カメラそのもののやったではありませんが、フィルムカメラをやっていて、個人的に最大のやったでしたということでね、これね、作っちゃったんですね。自動現像機に近いものになりますがね、モーターで回転させて、普通の現像タンクを、タイヤで転がすようにしてるんですね。これすごいな。これ外装もしっかり仕上げたらなんか製品化できそうなものですが、いやー、こういう方法もあるんですね。まあ、オタッキーには作れませんけどもね、これでも大丈夫なんだろうか。その常時回転するんですね。駅が常時回転するんですね。流浄感とかはね、変わらないのかなっていうのがちょっと気になりますが、まあ、少ない現像液でいいね、できるっていうのは非常にいい、アイデアだと思いますね。はい、今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。次の動画こそね、バケーションカメラで撮ったで、まあ、その次の動画もちょっとフィルム間違えてるんですけどね、怪我の巧妙になったぞっていう動画をやっていきますけど、まあね、モノクロ写真でね、いわゆるコンパクトカメラとかね、簡単に撮影できるカメラでモノクロ写真を撮ってもね、全然いい作例が出るんだぞっていうことをちょっとやってみたくて、やった、動画になっていくと思いますが、現像の調子がね、フィルムを間違ってね、フィルムを間違ったっていうかね、現像タンクにフィルムを入れて、現像する暇はなくて1週間置いててね、もう何のフィルムだったか忘れちゃって、で、出してみたら違ったっていうね、流れだったんですけどね。まあそんなわけでね、怪我の巧妙みたいな感じで、ちょっといい感じのトーンに仕上がっておりますので、次の動画はそっちをやっていこうと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとね、いつもと違うノリの動画になりましたが、まあ参考にしていただければ、まあ嬉しく思います。こんなニッチな内容をやってもね、再生回数はおそらく伸びないとは思いますが、もう最近再生回数のことは全然気にしてないもん、タッキーであります。もうどうでもいいや、みたいな感じでね。まあそれ伸びた方が嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、まあ伸びなくてもね、コアな方が、まあ参考になるような動画、まあ僕のね、その技術では大したことないんですけどもね、まあそういう動画を作れればいいかなって思って仕上げております。はい、今日の動画はこんな感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、説明欄にもありますようにね、英語字幕付きチャンネルの別チャンネルですんで、そちらもね、まだチャンネル登録されてない方はぜひお願いしますね。海外の方にもオタッキーの動画をお届けしようということでやっておられます。頑張っておりますんでね、よろしくお願いします。で、高評価の方はね、ポチッと押すだけなんでね、よろしくお願いします。で、コメントの方ね、ちょっと遅れておりますがね、全部返していくつもりでいますんでね、頑張ってコメント返していくので、何か感じたことありましたらコメントよろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。